おはようございます、大輝です。本日は、弁のよしみ先生のご著書、腸内細菌が健康寿命を決めるという冊をご紹介させていただきます。こちら参考にさせていただきながら、今回は、腸と脳をつなぐ腸内細菌の重要性について一緒に学んでみていただけますと嬉しいです。弁の先生、こういったご経歴をお持ちの先生で、一言で言うと、腸内細菌、腸内環境のプロフェッショナルの先生なんですけれども、こちらの弁のというですね、お名前は、 便の研究をしてるからこういうペンネームなんだとかではなくてご本名だよというところからまたなぜこの便の腸内細菌の研究をするに至ったのかという経緯それからご自身のですねこのの研究の 経過とかそそういったものをそして最新のこの腸内環境についての研究結果なども合わせて分かりやすく教えてくださっております一冊ですので是非ご興味のある方はご一読いただければなと思います。で弁の先生のご著何度かご紹介させていただいてるんですけれども今回も復習がてらですねこのうんち大便についてまず、えー、学んでみていただきたいなと思うんですけれども大便っていうのは 大ききな頼りと書きますつまり体からの健康度を知らせてくれる大切なお便りだよということでこれがまあ理想の状態であれば健康度まずまずだというふうに判断しましょうということなんですけれどもじゃあその理想のうんちどんな状態ですかっていうとまず1つ目毎日出ることそして2つ目強くいきまずストーンと出ることそして3つ目 色は黄色から黄色がかった褐色であることそして4つ目体積はバナナ23本分程度であることそして5つ目重さは 200g から 300g であることこれはうんちをする前と後の体重差で測るといいですよということですねそして6つ目きつい匂いではないこと無臭でなくてもいいんだけどすごい臭いとかっていうのは アウトでですすよとということですねそして7つ目形はバナナ状から練り歯磨き状であることそして8つ目パッとほぐれて水に浮くということあまりねこう水に沈んじゃうとかっていうのは水分量が少ないですよとかっていうのでこの辺も見てみてくださいということです。でこの6番目のですね匂いについてなんですけれどもやっぱり食べ物によって。 うんちの匂いっってて変わってくるよっていうことこなんですけれども、特に動物性食品肉食中心の食事をするとかなりこう臭くなってくるそうなんですねこれは腸内細菌の中でもいわゆる悪玉菌と言われるものが増えてる状態ですよということつまり肉食中心だと腸内環境が悪くなるよということなんですけれども弁野先生ご自身も40日間 肉だけけをを食べ続けるななんんていうう生活をねされたそうなんですよでその時ね周りの方はもうこれ以上は食べられないっていうふうにね、えー、やめられたそうなんですが弁の先生はそれをずっとやり続けた結果やっぱりものすごく弁が臭くなってなおかつ体臭なんかもねすごくしてきたとか体調不良になってきたとかそんなねご経験もこう教えてくださっております。 で一方で野菜中心の食事なんかをしている人っていうのはほとんどね便が臭わないそうなんですねこれは腸内細菌の中のいわゆる善玉菌と呼ばれる菌が多くなってる状態だよということなんですねで匂いっていうとねおならも気になりますよねこのおならっていうのはそもそも腸で作られるガスと このね吸っている空気これがまあ混ざって出てきたものなんだということなんですけれどもじゃあその腸でどんなガスが作られるかこれも腸内細菌によって変わってくるよということでやっぱり悪玉菌が多くなってくるとアンモニアとかねちょっと嫌な匂いだなって感じるようなものが多くなる。 で結果としておならが臭くなるということはやっぱりうんちも臭くなるよねということなんですねこの辺はねやっぱり食べるものこれが大きく影響を与えるよということなんですけれどももう少しうんちについてね詳しく見ていきましょう成分なんですけれども実はあのうんちの中の80%が水分でできているそうなんですねでじゃあ残りの20%なんですかっていうと 食べたたもののこう吸収されなかったカス、それからその食べ物を消化するためにこう腸まで、ね、来てくれた消化液そしてえ腸で古くなって剥がれ落ちた細胞粘膜そしてえ残りが腸内細菌ですよということなんですけれどもこの中でもまずですね消化液についてなんですけれども、まあ、通常の消化液っていうのはそうやってねえ消化 吸収手伝ってくれてあとは、まあ「まさようなら」という感じでね、えー、うんちとともに出ていくんですけれども胆汁というですね簡単に言うと油のね消化とかっていうのをメインでこう助けてくれる消化液がありますでこれが実は胆汁酸というものが、ね、こう成分の中にあるんですけれどもそれはいっぺんにこう体の外に出ていくんではなくて必要な分はこう 再吸収されてまた使われるってなるんですけれどもそれがうまくいかないとですね腸にとどまると悪玉菌なんかが多い状態だと二次胆汁酸というものになってこれがいろんな病気であったり、まあ、大腸がんとかそういったものの原因になることもあるんだよ教えてくださってるんですけれどもじゃあこの胆汁酸の、ね、吸収が悪いちゃんと再利用できてないっていうと 風な人はどんな症状が起きてくるかととといううにかくく下痢が多ななったりすするそうなんですねだからなんかねこう腸内環境が悪いような気がするうんちも臭いしおならも臭いしなおかつ下痢ばっかしてるななんていう人はちょっとねあ危ないかもななんていうふうに考えてみてもいいんじゃないかなと思いますそして、えー、このもう一つ細菌っていうのはいわゆる腸内細菌なんですけれども 200g ぐらいの、ねまあ、健康なうんちを1回したらこの中には120兆個以上の、ね、細菌が、えー、含まれているよということなんですけれども私たちの,この腸にいる、まあ、腸内細菌というもの、まあ、大きく分けると3つですよということなんですけれども、まあ、理想のバランスとしても善、ね、玉菌という体にま有益な効果をもたらしてくれる 味方になっっっててくれる菌って言ったらいいんですかねこれが約2割、まあ、体の免疫機能を正常に保ってくれたり必要なビタミンを合成してくれたりそして一方で、まあ、体にこう有害な物質を作り出してしまうという悪玉菌これが1割ぐらいが理想ですよ。で残りじゃあ2と1で3だから7割70%は何ですかっていうと。 日和見金なんていう風うな表現をされることが多いんですけれども、善玉と悪玉の強い方の見方をするよ、っていう金なんですね。まあ、えー、これが弁の先生はですね、日和見金じゃなくて。 まだよくわかってない不明な菌たちというふうな表現をされてるんですけれども要はそれだけ腸内細菌っていうのはねまだまだ研究が必要な段階なんだというふうに教えてくださっております。でこの腸内細菌のバランスとかね、えー、っていうのは人それぞれ違うそうなんですね。 で生まれ持った、まあ、ベースとなる、ね、菌が、えー、いるんだということなんですが、これは母親から、えー、こう生まれてくるときにこう獲得するものなんだということで、その、ねえー、出産の時きの、まあ、お母さんの腸内細菌の影響なんかを受けるんだよというふうに教えてくださっております。ままたた切開なんかを、ね、こうされて生まれてて生きた、えー、子は 逆に外からこう受ける菌の影響っていうのが大きいんだっていうことなんですよ。まあ、ただ生まれつきの菌だけではなくてやっぱりね誰でもその後の生活習慣食べ方とかそういったものによって、えー、変わってくるよということなんですね。でじゃあその腸内細菌ねどういうふうなバランスで、ね、いれば。 健康になれるんですかというところがね、まあ、一番気になるところではあると思うんですけれども本書のタイトルであるですねこの「健康長寿」を実現されている まあ、されていたといった方がですね現在ではこう正しいかなと思うんですけれども日本のね伝説的な長寿村もう長寿村といったらここでしょみたいなねゆず原村というところが山梨、ま、県にあって今は譲原地区というふうになってるそうなんですけれどもここの人たちっていうのはとにかく元気で長生きをしたっていうことなんですよでそういうねそこの人たちのうんちなんかをこう調べるとやっぱりね みんなですね20歳から30歳ぐらい若い腸内環境腸内年齢をされていたそうなんですね実年齢よりもものすごい若い腸の、えー、状態であったということですね。でじゃあその譲り原の人たちは一体ねどんな食生活をしていたかっていうと。 動物性食品肉とか魚というのはほとんど食べずに野菜芋穀類というですね、食物繊維が多い腸内細菌が喜ぶような食事をやっぱり多くとっていた。で、でななおかつそれだけではなくて、毎日。 朝から晩まで体を動かしてしっかり働いていたいわゆるね運動もちゃんとできていたよということなんですねでもう一つ付け加えるならばですねこの譲原村に関する書籍なんかはね僕も読ませていただいてるんですけれどもえそこであったのが本書の内容ではないんですがやっぱりこうストレスとかが基本的にかからないえ人間関係もねそんなに悪くならないようなそういうまあ平和な 村であったこういういところもね関係してるんじゃなないいかなと思いますここはちょっとね1点補足でした。はいでえそのね腸内細菌というものがどうもですね腸の状態に関わっていてその腸の状態によって脳に影響を与えてるんじゃないかということが、まあ、最近言われるようになってきてそれがいわゆる腸脳相関。 今回のテーマでであるですね、腸が脳にどんな影響を与えているのかっていうところで腸は第二の脳じゃないかみたいなふうに言われることも増えてきてるんですけれどもまず腸っていうのはリンパ球白血球のうちのですね、まあ、いわゆる体を守ってくれるものですねウイルスと戦ってくれるような白血球さんの6割が ここに集ままっててているようふうなんに言われてます。で,さらにですね細胞の働きをこう調整してくれるようなホルモンの生産もたくさんしてるんだっていうことなんですよね。で体のこう内なる外なんていうふうに腸とか消化器官って表現されることが多いんですけれども。 要は食べたものがダイレクトに入ってくるわけですよねで。それをなおかつ吸収する場所である小腸とかっていうところにえ免疫が集中するっていうのはわかりますよね。敵が来たらやっつけるぞってね関門みたいなところですから。でじゃあなんでホルモンね体のいろんなね細胞にここ こうしなさいよもうちょっと働きなさいあなた休みなさいとかってこう指令を出すようなものが多く腸で作られてるんですかっていうところなんですよね。本来それって脳いうとに思なん思います。でもちろん脳とかもねそれやってるんですけれども腸は脳の指示なくてもそれができるよと、まあ、自立した臓器だっていうことなんですよ。でなぜそれができるかっていうと 抹消神経が集中している脳とかね脊髄みたいに自分でこう判断ができる状態になってる。でそこで情報伝達を体中に腸から発信することもできるし自律神経なんかもね多く通ってるから自分でこう便。 を出すすぞっっててね、ね、ね。ここのの自律神経の前導運動ととか、ね、そういうういいがでできるっていうことなんですよ、ね、要は緊張状態にあるね、交感神経が働いてるやるぞっていう時はなかなかこう便宜がなかったりするんだけれども逆にこうリラックスした瞬間にねあ,あ、うんちしたいなとかってなってくるこれがね、交感神経副交感神経自律神経の働きとかなんですがそういったものがね、腸には集中してるんだっていうことですね。で、 この腸と脳、まあ、腸はね第2の脳だなんていうふうに言われてるんですが実はもう一ついやいやいや第1の脳なんじゃないのという見方もあるそうなんですよつまり腸が先にあってそこから脳ができたという見方なんですよねでこれは脳のツールを見ていくと とえ校長動物磯巾着とかねそういう、えーまあ、口と消化器官でできたようなそういうね動物にからこうできてきてるんじゃないかつまり腸が先にできてそこからもう分かれてね判断するという機能を持った脳ができたんじゃないかまあそんなふうな説もあるんだよまず、あ、詳しくはですね本書で見ていただきたいんですがとにかく第1だろうが第2だろうが腸っていうのはそういうふうにすごく頭のいい 頭のいいって頭がないところなんですけどね頭のいい賢い器官なんだ重要な器官なんだっていうことなんですよね。でこの腸と脳がねお互いに関係してるよっていうことを裏付けるような 病気が最近ね増えてきてるんだということでこの日本の消化器内科とかで、えー、おそらく一番多いんじゃないかっていう病気がこの過敏性腸症候群というものだっていうことなんですよね。これはストレスがかかった時さっきのね交感神経がぐっと緊張するような何か大事なこう試験とかねそういう時にすごくお腹の具合が悪くなっちゃうっていう状態でこれ。 腸がそういうふうううういいふにねここ反応してしまうっててまっとなんですよねスストレスに対してでそうするとそのお腹の具合が悪いお腹痛いであるとかね下痢しちゃったとかねそういうものがまた脳にフィードバックされて脳はそれを不快だストレスだというふうに感じてまたお腹の具合が悪くなる。でどんどんねお腹の具合が悪くなってなおかつお腹だけではなくて今度 精神的な疾患うつとかも合わせて発症してしまうというですね悪循環が起きてるんだっていうことなんですよねだからこれだけ見てもやっぱり脳と腸っていうのはつながってるよねっていうところでじゃあ腸の中の一体何が脳にそんなに影響を与えてるんだろうっていう風うに見ていった時にあ、やっぱり 腸内細菌っていうのが大きな影響を与えてるんじゃないかという風うな研究が進んでるそうなんですよ。で、えー、この、ま、結論としてはですね、腸内細菌がですね、人間の思考や行動にどうも影響を与えてる節があるぞということなんですね。で、これはどういう風うな、まあ、こう、研究で分かったかというと、まずマウスの、ね、実験なんですけれども、無菌のマウス、腸内細菌全くいませんよっていうマウスと。 ちゃんと腸内細菌がいるよというマウスと見比べたときにストレスを与えるとですね無菌のマウスはすぐに抵抗をやめる諦めてしまうそうなんですねそのストレスから逃げようとすることで一方で腸内細菌がちゃんといる菌あのマウスっていうのはストレスに抵抗しようっていうのがその無菌のマウスよりも長い時間ですね続くそうなんですよつまり高ストレススストトレレを 克服しようううとといい、まあ、意思が長く続く続ことなんです、ね、でここで一つ興味深いのがその腸内細菌がいるマウスの腸内腸とこの脳の、ね、神経伝達ができないような状態にしてしまうとこの腸内細菌がいるマウスも無菌のマウスと同じように無気力状態に。 なってしまうすぐにストレスのへの抵抗をやめてしまうんだっていうことが分かったそうなんですねつまりやっぱりどうもこのストレスに打ち勝とうとかね困難を乗り越えようとかっていうところに関しては腸内細菌が何か大きな影響を与えてるぞというところが分かってきたということなんですよ でえ同じようにですねこの無菌のマウスと腸内細菌がいるマウスを見比べていった時に脳で作られる成分のうち23成分をこの腸内細菌がいるマウスっていうのは無菌マウスに比べて抑えていたと。で一方で15の成分を脳で作られるのを促進していたという。 結果が得られたそうなんですねでこの23成分抑制していた作られないように抑えていた成分の中には過剰にこう作られすぎるとえちょっとねこう脳の状態とかっていうのを悪くしてしまうよっていうようなドーパミンとかそういった物質があったそうなんですよ。ここれが出過ぎないよううに抑えるっていうことですね で一方で促進されていた成分何ですかっていうといろんなね情報伝達物質の材料になるような成分であったり要はねケーキとかクッキーとか、えー、なんか作る時の小麦粉みたいなねその大元の成分それから学習とか記憶に関するいい影響を与えるような成分これをこれが作られるように促進していたということなんですよね。 はいというわけでここまで腸と脳の関係見てきたんですけれどもこれはあくまでも体の中で起きている話であって僕らが実際に知りたいこととしてはその健康長寿を実現するためには何がいればいいんですかどの菌が多ければいいんですかっていうことですよね例えばあの BTS ってね韓国のグループがすごく売れてるのは分かります世界的に大成功してますだけどその立役者一番の立役者誰なんですか ささんでさんでですすかかシュガいやいややっぱりグック様でしょういろんな意見あると思いますそれ誰なんだとね腸内細菌誰がいればいいんだっていうことをとにかくですねえ広く研究されてきたのが弁の先生なんですねでその研究の結果約2万人以上のうんちを研究した結果分かってきたのがどうも長寿菌というものがいるぞということなんですねでこの長寿菌のの菌正体っていうのが 酪酸酸性菌なんですよね。この酪酸というものを作り出す菌でこれはがんの抑制であったり免疫を向上するというですね、作用があって、まあ、健康を保ってくれる長寿を実現してくれる、まあ、立て役者になってるんだということなんですよでこの酪酸酸性菌は菜食主義の方のうんちに多いぞということに 弁の先生まず初めに気がついたそうなんですよ。であとで照らし合わせていくと長寿地域の人の便にもこの酪酸酸性菌が多いぞというふうに気がついたそうなんですね。でこの 酪酸酸性菌は食物繊維をこう分解して酪酸を作り出すつまり長寿地域の人たちの食生活さっきのね出てきた譲原村の人たちなんかみたいに食物繊維をたくさん取ってるとかですねそういう地域の人が長寿だったっていうのはこの菌がね多かったからなんじゃないかっていうことなんですよね。 でその酪酸性菌っていうのはえ名前で言うといわゆる大便菌というふうに、えー、呼ばれる菌であったりラクノスピラーとかっていうふうにね言われる菌であるということなんですよ。でこれが要は長寿菌だっていうことではなくて実は今まで一般的にねビフィーズス菌が多ければやっぱりみんな健康長寿実現できますよみたいな言われることが多いし聞いたことが ね、ある方も多いと思うんですけれどもこのビフィズス菌も含めてビフィズス菌大便菌ラクノスピラっていうですねこのグループがバランスよく揃ってて初めて、えー、長寿菌が多いということができるよと。 いいう,ふうに米の先生は考えられているんです、ね、だからこの長寿菌っていうのは実は何々菌っていう一つの菌に対して付けられた名前ではなくてこのグループに対して付けられた名前なんだっていうことなんですよ。 でなんでこうしたかっていうと、ンの先生は、今までね、まだよく分かってないにもかかわらず、ビフィズス菌さえいればいいみたいな、ね、ビフィズス菌だけがこの健康の立て役者だって言われてる、そういう見方をされてることに疑問を持たれていたっていうことなんですよ。実はビフィズス菌も他の菌と協力してやってるだけの話であって、それだけではどうも健康を保つことっていうのは難しいぞということなんですよね。つまり BTS の例で言うとやっぱりグック様でしょって言ってもグック様だけじゃダメなんだっやっぱ BTS というグループだったからこそ売れたんだまあそういう見方をしましょうねっていうことなんですけれどもこの グループ、長寿菌のねビフィズス菌大便菌ラクノスピラというのが、まあ、自分の腸の中の40%からまあ60%ぐらいを占めるようになるとどうも健康長寿保ちやすいんじゃないかというふうに弁の先生はこう結論付けられているということです。でそれが分かったら今度はですね 一体どうしたらその長寿菌グループが増えるんですかっていうとこれは簡単ですさっきから何度も言ってるように食物繊維をしっかり取りましょう、ね、そのために野菜大豆芋類海藻類こういったものを積極的に食べましょうということなんですよねで特にですねこのプレビウスという菌をちょっと見ていくと面白いのがこれ日本人特有の菌っていうわけではないそうなんですけれども日本人の 腸にいるプレビウスという菌だけがですね海藻を分解してこう栄養を作り出すとか吸収しやすくするというですね働きを強く持ってるんだっていうことなんですよねだからこれは長いことねこう食べ続けてきた食べ物に菌が影響を受けるとかそれに適応するということを表してるんじゃないかということでだからここから分かるのは私の家は 短命の家系でとかね病気しやすい家系できっと腸内細菌もねベースはそういうのを受け継いでるからダメなんだとかではなくて今から食べるものによって少なからずちゃんとね影響を与えて変えていくことができますよということなんですね。 でえ、もちろんですね、食物繊維だけではなくて日本にはね、いい発酵食品たくさんあります調味料だってね、お醤油や味噌、みりんこういったものもね、本物の伝統的なものを使えばしっかり腸内細菌にいい影響を与えることができますし乳酸菌飲料なんかもね、こうちゃんと研究されたものがしっかり出回ってますのでそういうものも活用しましょうということですね。まあ、そんな風にに、にして、え脳に体にい,い影響を与える腸内細菌たち 命を元気にして長寿菌を増やしてこの超能力を手に入れましょうという風うに目の先生教えてくださってるんですが何度も言うようにまだまだ超ていうのは未知の部分が多いっていうことなんですよ。これはまあ超だけではなくてね命全体に言えることかもしれないんですけれどももちろんわからない部分が多いからこそ 個人差も多いいんんだっていうことなんですよね一口に善玉菌悪玉菌って言ってもその人その人にとって理想のバランスとかねそういうのは変わってくるしもとと生まれ持ったものが違うといういことなんですよだからそれに対して改善していくアプローチも実はね個人個人最適なものがあったりするんですがそれを調べるためのですね 個別に自分の腸内細菌どんなバランスになってるんですかなんていうですねこれが簡単にわかるようなサービスなんかもだん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 ですねこう出てきているそうなんですねその辺については本書であの詳しく教えてくださっておりますので是非ね参考にして調べてみていただければなと思いますで、えー、そういう個別の腸内環境というのはまあ置いといて誰しもにね当てはまる えー、この腸能力を手に入れるためのね、えー、シンプルな方法この3つの力をつけることですよというふうにねまとめて教えてくださってるんですがまあ今までのね復習になるんですけれども1つ目まずウンチを作る力ですねこの腸内細菌腸の環境っていうのはうんちとねやっぱり密接に関わってるのでうんちを作る力これには食物繊維を日常的にとることが必要ですよ。 ということなんですよ瞬間的に今日だけ大量に何十グラム食物繊維取ったから OK ではなくて毎日継続して食物繊維をしっかり取ることで2つ目うんちを育てる力これは食物繊維もそうなんですけれどもさっき言ったような発酵食品とか乳酸菌量こういったものをしっかり取りましょうということそして3つ目うんちを 出すす力ですねこれはインナーマッスル体の、ね、内側の方の表面にある筋肉ではなくて内側の筋肉を鍛えることによって前動運動といってねうんちょこ押し出す力これが、えー、しっかり、ね、できるようになってきますので、えー、出しやすくなりますよということなんですけれどもそのインナーマッスルどうこうって難しく考えなくても散歩するつまり歩くという行為だけでも十分それがね達成できますよということなんですね。はい で、えー、こんな感じでですね、うんち育てる作る出すということなんですけどもこれができない人がいますそれがですね、まあ、最後にねちょっと紹介させていただくと便秘という状態なんですけれどもこれは自然界では動物の中では人間に特有の症状なんだっていうことなんですよねだから、えー、この便秘っていうのもですね一つのまあ体からのねお便りなんだ 秘めた頼りですよねここが悪いよあなたの食べ方生き方ここちょっと注意してよっていうねサインだと思って 自分のこの便秘のタイプに合わせてえ生き方ねちょっと変えてみていただきたいなと思うんですけれども大きく分けて便秘は4つのタイプがあるそうなんですね1つ目は歯間性便秘これは筋力の低下によって起きてきて残便感とかね満潮感があるこれはさっき言ったようなこう歩くとかによって解消することが多いということですねで2つ目痙攣性便秘これはコロコロ便が出てみたり出ないなと思ってみたらえ出たなと思ったらこう 今度下痢になっっちゃったりっていうこ,とです、ね、これは自律神経が乱れているよということで、まあ、ストレスが大きな要因になるので食生活の改善とか運動をしっかりするというのとともに、えー、人間関係とか、ね、いろんなストレスを解消するここも必要になってくるよということですねそして3つ目がですね直腸性便秘 これはまあ便意を我慢するうんちしたいなと思っても恥ずかしいから行かないとかっていう風に、ね、こう我慢するっていうことが続くとそもそも便意を感じなくなるっていうことなんですよねでこれは我慢だけではなくて下剤とか肝腸のね、過度な使用無理やり出すっていうことをずっとしてても起きてくるよということですそして最後4つ目が食事性便秘ですねこれはダイエットとかをして 食事の質量頻度なんかがこう不規則になってしまう不十分になってしまうことによって胃に食べ物が入ってきた時によし今から消化吸収の準備するぞということで腸がね今までの分を出してしまおうというですねこの 胃血腸反射というものが起きづらくなってしまうんだよということこれが原因だそうなんですねだからまあしっかりね規則正しく食事をしましょうというところもあるそうなんですけれどもまあこのね便秘まあ全部ね解消しようとするともう本当に簡単なのは 食物繊維ししっかり取り取ましょう。乳酸菌とかですね、発酵食品しっかり取りましょうそして運動しましょうストレスのない生活をしましょうまあ、こういうふうになってくるわけなんですけれどもそれが できれば誰も苦労しませんよという話なんですがそれに関してヒントになるようなお話なんかもこのチャンネルではたくさんさせていただいておりますので是非ですねご興味のある方はチャンネル登録をしていただいたりまた高評価やコメントなんかもいただけるとすごく嬉しいですという宣伝をさせていただいて最後僕の所感で締めさせていただきたいと思うんですけれども。 今回ですね、こちら読ませていただきながら感じたのはやっぱりこの腸内環境とか腸内細菌の話をしていくと善玉悪玉とかっていう話が出てくるのでその時にねやっぱ便宜的にこう、善とか悪とか言ってるけど必要のないものってないんだよな そのバランスが崩れてしまってるから悪玉菌もなんか悪さをするというかね有害な物質を出してるだけで本来そこで一生懸命生きてるだけなんだよなっていうような感じを受けるんですよね。でそれともう一つ個人的にこうそういう時にこのね、えー、世界というかね社会を見る時に必要のないこともまた起きないんだよなっていう見方をすることが多いんですけれどもでも。 だとすると今ねこう食生活がこうガラッとね大きく変わって世界中の食べ物いつでも好きに食べれるよという状態になってそれによってねこの腸内環境だけではなくて体のねバランスがちょっとおかしくなっちゃって病気が増えてるんじゃないかいわゆる食源病というものなんですがそういうことが多くなってきてるこれにも何か必要があるのかなって見るわけですね。そうすると 感情としてはいやいやこんなもの必要ないよってみんながね病気で苦しんでね医療費で国が破綻しそうになってとかっていうそれが何が必要なんですかって思いたくなるんですけどでも起きちゃったことは仕方ないしこれがもしね必要だとしたらなぜ起きてるんだろうって見ていくとやっぱり今。 全体的にそれを学んでる時期ななのかな、ね、これによってやっぱり何でもね学ぶ時ってのは一回失敗して学ぶとかっていうことが多いと思うのでそれをまあ人類全体でね好き勝手やってるとこうなるっていうことを学んでる時期なのかなって見てみたりまたはそうじゃなくてねこうやって好き勝手やってても十分生きていけるぞっていうようなね新しい技術が発達してくるその前段階なのかなって見ることもできるしどちらにせよまあ良くなっていく っていう過程で見ていくと今度じゃあ今自分はねその食による病気が増えてるとかっていうところの中で何ができるんだろうっていうことを考えるわけですね。でそうなってくるとやっぱり今の状態ではどっちにしろねこのまんまいくと病気が増えてくる。 で何か世の中の意識がガラッと変わってやっぱりみんなね、えー、食事気をつけなきゃいけないよねっていう雰囲気になってくるとか企業がそういう風になってくるとかっていうところがいっぺんに変わっちゃうまたはそうやってね新しい技術が発達して病気なんかはね何やったって、えー、何好きなように生きて病気できても一発で治っちゃうみたいな技術ができるにしろそれまでですね今、えー、生き残る個人が健康で 長をを実現すするためのの努力ししてていいくかかないのかなって思うんですよね世の中が、えー、変わるためのきっかけをですね、えー、自分一人の力とか個人の力では絶対にね不可能なのでまず個人が生き残る努力で世の中が変わってきた時にやっぱり食事気をつけなきゃいけないよねとかっていう流れが大きくなってきた時にそれをやってた人たちが今度「あこうやってやるといいんだよ」とかってこう教えてあげられるような状態になっておく。 っていうことが大事ななんじゃないかなって思うんですよねでそれってその食事の面こうしなさいとかだけではなくて教え方とかね優しく教えるためにはとかねいや教えてもできないっていうことも分かるよとかそういう心の面も含めてなんですけれどもそういうふうにしておくことが大事なんじゃないかって思うんですよ。でなんでそう思うかっていうと結局この腸内細菌の話なんですけど善玉菌が ゼロにななっっててしまうことってないんですよね。悪玉菌がどれだけねたくさんいようと善玉菌がちょっと頑張って生き残ってるからこそ自分が食生活改善したりとかするとまたこの腸内環境というのが整いだすっていうことになってくるので。 今ねこの状態、この社会の状態っていうのがおかしいなって思ってたとしてももうそれで諦めてもう私はもう世の中のことなんか知りませんじゃなくて自分だけでもまずは元気で長生きするぞというふうに気をつけるで何かそういうふうに大きく変わった時に善玉菌と同じように元気になって周りも助けてあげるとそういうふうな気持ちでいることが今、自分の精神状態というかですね精神衛生上。この なんか世の中のああなんかもうダメって分かってるなんでみんな添加物バか食べるのとかっていうねそういうモヤモヤ感をなくすためにもいいんじゃないかなというようなことをまあ、延々とこう考えながら読んでましたよというようなお話でしたというわけで今日も最後までご覧いただきましてありがとうございます自分の主人は自分ということを忘れずに今日も健康でお過ごしください皆さんが健康で幸せでありますように今どんな状態にあっても必ず良くなっていきますから大丈夫ですよ今日もありがとうございました